球場では選手のプレーに勢いがあるかないかを見ています。私は野球の経験のない素人ですが、選手のプレーや立ち振る舞いを見ていると、今、畳みかけてないなというのが空気感でわかるんです。チャンスで打席に入っているはずなのに、なんだかピンチのように見えてしまうのは、打席の作り方が浅いからではないでしょうか。これは幼い頃から父の打席をずっと見ていて気づいたことです。打席ってベンチから出た時から始まっていると思うんです。ネクストバッターサークルにいる時から、投手にプレッシャーをかけるのは本当に大切なこと。覇気がなかったり、打てなかったらどうしようと考えたり、迷ってしまったりすると、せっかくのチャンスなのに凡退する確率が上がってしまいます。2だね。3球ガッツ娘。ガキが、舐めてると潰すぞ。カッスレのような、勢い、が必要やな。わかるけど基準が小笠原なのレベルが高すぎる。黙れ素人が。プロが素人にこんなん言われたら泣く。自分でビタ一問やったこともないのによくここまで言えるもんだ。砲丸無知とはまさにこのこと。そりゃ北の侍みたいな空気は出せないよ。ガッツは打席で威圧感あったからな。ただ基準が高すぎるわ。お前の親父一球ごとに外してクエクエルーテンやってうざかったぞ。中日でチャンスでピンチに見える打者といえば平田そわそわしてる。もうメンタルコーチとかで雇えよ。中日選手たちの前で話すべき。野球やってから言え。全員タネタのバッティングフォームなら恐怖を感じるよな。チニドラだからね何言われても仕方ないね。まあチニドラは野球に対して浅いからな。全員顔面に竜のタトゥーでも入れとけや。ムホホ。ドラゴンズ二軍さん、工夫ハヤテさん相手にエラー連発初回からおもらし。ブライトは三軍降格して補給の練りした方がええんやないか。ガッツと一緒で現場で強いけどコーチには向かいてないタイプなんやろな。全盛期小笠原を比較に出されたら空中日の打者なんて子猫みたいなもんだろ。もっとちょうどいいところと比べないと。めっちゃ可愛いやんけ。打席に立ってるだけで不利な選手が多すぎるからね。一理ある。塁埋まってても相手投手が全く嫌がってないのが心理的に大きい。よりによってチュニドラファンになるなんてよっぽどやで。25歳なら親父が巨人にいた頃小学生の時でドンピシャやろ。まあでもチャンスなのに消極的やなと思うことはあるわ。この娘はガッツの本当の意味知ってるのかな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。